今日のご理解です。池上金光大臣御教えよりご理解第61節神より金光大臣にいつまでも尽きぬおかげを話しにしておくのぞ。信心しておかげを受けたら神心となりて人に丁寧に話をしてゆくのが誠の道を踏んでゆくのぞ。金光大臣が教えたことを違わぬように人に伝えて誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞ。これが神になるのぞ。神になりても神より上になるとは思うな。大坪宗一郎氏ミニご理解より。信心生活とは神様中心の奉仕の生活を言うのである。神様を使う信心から神様に使われる信心を目指せ。今朝から反省させられるようなお知らせをいただきました。それは郵便局に手紙を出しに行って並んでいるんです。そして私の順番が来てカウンターに手紙を出すんですが、よく見ると宛先が書いてないんです。そして中の手紙の内容も書いていないというふうでした。それで出さずにそのまま郵便局から出たというお知らせでした。よくよく反省してみて、私の祈りというものがこういうものではなかろうかと思いました。天地金の神様へお祈りしているつもりが、その宛先が書いていない、またその祈りの内容が空っぽだということではなかろうかと反省させられております。どうぞよろしくお願いいたします。